筑後川花火大会は福岡県久留米市で開催される花火大会である。毎年45万人以上の観客があり、九州最大の河川である筑後川の河川時期が会場になる。2004年から久留米城の河川時期に新たに会場が設置された。大会当日は渋滞が激しいため公共交通機関での来場が呼びかけられている。 例年約1万8000発の花火が打ち上げられ、その規模は西日本最大級である。気象転結のある優れたスターマイニア、ナイアガラをはじめとする大規模な仕掛け花火、巨大な尺玉が夜空に大輪の花を咲かせる。浴衣を着た多くのカップルや親子連れで賑わう。会場には露店が400店以上並び、クルメ B 級グルメの店も出店する。 筑後川花火大会は水天宮夏をお祭りの奉献花火として挙げられるイベントであり、筑後川花火大会と水の祭典久留米祭りとは歴史的には関係がない。1650年に久留米藩の藩主である有馬忠頼が水天宮社地に社殿を寄贈した際、その完成祝賀にあたって花火を奉納したことに期限を持つ。その後は、 水天宮放納花火大会として、混乱や戦争等による休会の中止を経ながら1965年に、現在の名称となる。さらに、久留米市街地の、隠れ大祭を統合した、久留米水の祭典が当大会に合わせて1972年より、開始されたことで、その祭りのフィナーレを飾る意味も加えられた。従来より、水天宮前の河川実機のみで行われていたが、 赤石花火大会歩道橋事故を受け、2004年より、当時の久留米警察署長によって、久留米城下川敷にある、篠山会場との分散打ち上げになった。それに伴い従来の会場は、京町会場と名付けられた。さらに2005年から、都市が共催に加わり、都市会場として、 久留米市境にあたる下付町の運動広場に観覧場所を設置した。花火会場として下記6つの会場が用意されている。篠山会場では20時15分頃から尺玉の打ち上げが開始される。筑後川の河川敷は広いため会場間の徒歩移動も可能である。ビルなどの障害物がない郊外では立ち見をして花火を見ることもできるが、 会場で見るような圧倒的な迫力はなくなる。いずれも、筑後川の河川時期。突起のない限り、福岡県久留米市の筑後川沿いに所在。主に、久留米大橋まめつ橋間の堤防道路と筑後川、両沿岸地域で車両の通行が不可能になる。いずれも18時30分から22時まで規制される。大会当日、西鉄では、臨時電車が運行される。シャトルバスは、 篠山会場へ行く者が、西鉄久留米駅大学病院前バス停間で運行されており、西鉄久留米駅から京町会場へは通常運行されているバスに乗車し、JR 久留米駅バス停で下車することになる。当日は交通規制や渋滞により、自家用車で久留米市に入るのは困難となる。都市の駅前不動産スタジアムの駐車場が開放されるため、スタジアム最寄りの都市駅から、 鹿児島本線で JR 久留米駅へ移動することになる。ありがとうございます。